はい、タイパン公園です。ただいまですね、ホテルドーミーンプレミアム、前にはドーミーンのアネックスがあります。ここからですね、歩いて、歩いて、ですね、ラーメン横丁、ちょっと行きたいと思います。こっちがドーミーンですね。行きましょう。たぬき祭り。完全にあれだな、あの商店街だね。完全に商店街。たぬき工事。あ、すげえ。タヌキでかいな。タヌキ工事、タヌキ工事。今時間が7時40分。あ、まっすぐ行って。たぬき工事、たぬき祭りっていうのを実施してる。まっすぐ行って一番突き当たりを曲がるんだね。まあ今コロナがですね蔓延してきてるんで、なかなかちょっと世知辛い世の中になってるんで、まあちょっと気をつけながら、密に気をつけながら歩きたいと思います。はい、たぬき工事4丁目、たぬき工事4丁目。あ、ちょうど赤になっちまった。まっすぐ行ったら曲がるんだな。たぬき工事4丁目。ジンギスカン。ジンギスカンも悪くないんだよな。どうしようかな。はい、赤になりましたんで渡りましょう。はい、渡りましょう。ここのたぬき祭り。あ、そういえば商店街、これなんか確かあれだな、案内してくれたな確か当時。懐かしいな。で、北海道ですとなんだっけ、セイコーマートっていうコンビニが幅を利かせてて、大手コンビニもある中でセイコーマートっていうコンビニが結構頑張ってるみたいなんで、まあちょっとですね、いつもはイオンで買い物するんですけど、今日はちょっとイオンじゃないで、あれにセイコーマートでちょっと買い物したいなと思っております。まあラーメン横丁行く予定なんで、あ、また信号だ、信号でやられた。
ンキホーテ。そこ渡るか。あるし、はい、渡りましょう。あ、ここだ。たぬき工事三丁目の商店街じゃなくてこっち曲がります。こっち曲がってすすきの200m。やっぱりちょっと日華ウイスキー、日華ウイスキーがあるな。ドンキホーテ、ジャンカラ、あー、日華ウイスキーあるな。ちょっと行きますか。よし、行きましょう。うわ、やっぱり札幌華やかな街だな。ここに来て餃子の食ったらもう最悪だよね。ちょっとわざわざここに来て、あ、日華ウイスキーのこのこれはいいな。な、来たな、なんか来たって感じだね。よいしょ。日華ウイスキー、日華ウイスキー来た、マルハン。ちょっと渡るか。せっかくなんでこっちだな。ん？何事もございません。2000円。死ぬなんて毎日言うと、世の中の考えはついてて嘘だと思う。読み入れはスマホで死ぬだけじゃなくて、いろんな動画のものが読み方が、これがまさに札幌の街だよ。新聞を広げる。少しにして朝スーパードライ。マルハン。ジェフの喜びよ、マルハン。やっぱこう来ないとね。はい、よいしょ。これはこの鈴木の中の街が一望できますからね。こんな感じで超いいな、これ。
こんな感じで。サイカクラブ、まあ、だいぶザワザワしてるな。さすがスキノって、あのカニ東横に。もうちょいまっすぐ行ったところね。1万円で3軒はしご。ちょっと一旦もうちょい先か。ファミリーマート。ススキリの。一旦ちょっと切りますね。